私この場所にですね立つのが、まあ、約1ヶ月ぶりですよね、まあ、6月1日にですね礼拝説教で、神の言葉を語りですね、まあ、今日でありますので、まあ、1ヶ月ぶりにですね、皆様の前に立って今御言葉を語るわけであります。まあ、韓国にもですね行きまして、ファースト弟子訓練の教会をですね視察してまいりました。まあ、昨年は稲田先生と私2人だけで行きましたけども、今年はまた信徒の皆様をですね連れてまた2カ所のこの教会をですねあと見て来ることができました。あとで、まあ、大西さんとかですね、後藤さんからのこの証もですね、あると思いますけども、非常に、まあ、信徒一人一人がですね、神様の御言葉に、満たされて、まあ、熱い思いを持って、また、まあ、魂を救う、その働きに携わっている、その姿をですね、見て、本当に熱い思いを持ってですね、変えてくることができました。やはり私たちの心を導くのは神の御言葉ですよね。神様の御言葉に導かれているものはですね、なんか人から言われなくても、なんか牧師から言われなくてもですね、自ら魂を求めて、やっぱり神様の福音を述べ伝えていく、その働きをするということであります。私たちはみんな最初イエス様を信じ、そしてバプテスマを受ける時にはですね、非常に熱い思いを持っていたのではないかと思います。誰よりもこの神様にあって、この最初の確信を強く持っていたのではないかと思います。しかし時間が過ぎるとともにですね、我々が持っていたこの最初の確信、信仰の厚さがですね、だんだん冷めていく、冷えていくようなことはないのではないでしょうか。本日、ヘブル人の手紙の3章12節から14節の言葉を通して、最初のこの確信を最後まで持ち続けるとはどういうことなのか、どうすれば私たちはですね最初の確信を最後まで持ち続けることができるのかということについて共に考えてみたいと、そう思います。ヘブル人の手紙の3の12節から14節の御言葉をもう一度読ませていただきます。兄弟たちよ、気をつけなさい。あなた方の中には、あるいは不信仰な悪い心を抱いて、生ける神から離れ去るものがあるかもしれない。あなた方の中に、罪の惑わしに陥って、心を堅くなりするものがないように、今日といううちに、日々互いに励まし、会いなさい。もし最初の確信を最後までしっかりと持ち続けるならば、私たちはキリストに預かるものとなるのである。使徒パウロは霊感を受けて私たちに、兄弟たちよ、気をつけなさいと語っています。一体私たちは何に気をつけなければいけないのでしょうか。2000年前に霊感を受けて語ったパウロの言葉は今もなお生きています。そして私たち一人一人に向かってこの言葉は語られています。兄弟たちよ、気をつけなさい。この言葉を理解するためには、過去イスラエル人がどのような過ちに陥っていたのか、イスラエル人がどのような
どのようにですね、足を踏み外してしまったのかということをですね、まず知る必要があるのかと思います。パウロは、コリント第一の手紙の10章の中で、イスラエル人が犯した罪について触れております。それは、イスラエル人が神様に対して抱いた不信仰の心でありました。コリント第一の手紙の10章1節に次のように書かれております。兄弟たちよ、このことを知らずに言ってもらいたくない。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通り、皆雲の中、海の中でモーセにつくバプテスマを受けた。また皆同じ霊の食物を食べ、皆同じ霊の飲み物を飲んだ。すなわち彼らについてきた霊の岩から飲んだのであるが、この岩はキリストに他ならない。神様はエジプトで奴隷生活を送っていたイスラエル人を憐らまれました。彼らの苦しい嘆きの声を聞いておられました。それで彼らを救うためにモーセを立てて、モーセを選んでエジプトの国へ送り出しました。モーセによって導かれたイスラエル人は紅海を渡ります。紅海を渡ってから彼らはアラノに入ってきました。何の食べ物も何の飲み物もない場所で、自分たちの力ではどうしようもできないあの荒野で、40年間もイスラエル人は導かれたのであります。イスラエル人が紅海を通られたということは、パウロはバプテスマを受けたと表現しています。一斉にイスラエル人は紅海の海の下でバプテスマを受けたわけであります。それから、アラノに入って、アラノの教会で彼らは教会生活を40年間送ることになります。しかし40年間、どのようなことがあったのでしょうか。悲しいことに、イスラエル人は不信仰に陥ってしまいました。そこで、神様を試しました。偶像崇拝に陥ってしまいました。不貧困なことがありました。いろんなものでつぶやいてしまいました。不満、不平の連続だったわけであります。私たちは過去のイスラエル人を見るときに、我々はどのような思いになるのでしょうか。自分でありました、そんなことはしないと皆さん思うのでしょうか。イスラエル人はバカだなと思うのでしょうか。火の柱や雲の柱を見ても神様の御臨在が明らかにされているその様子を見たとしても、イスラエル人は神様から離れてしまいました。自分たちの心を固くなにしてしまったわけであります。アロンを引き立てて、空襲を作って、エジプトへ戻ろうとしました。そのようなイスラエル人を見たら、皆様はどのような思いになるでしょうか。コリント第一の手紙の10章12節においては、次のように書かれています。だから、立っていると思うものは、倒れないように気をつるが良い。気をつけるが良いと書いてあります。立っていると思うものは倒れないように気をつけるが良い。今ここにおられる皆様は、いや、自分は今しっかり御言葉に立っている。岩なるキリストの上に自分は立っている。大丈夫と思っている人は
どれぐらいいらっしゃるでしょうか。ペトロだって、他のみんながイエス様あなたを捨てて逃げたとしても、俺だけは、私だけはあなたを捨てることはありませんと、彼自身はしっかり立っていると思ったんです。私たちは意思を持ってイスラエル人に石を投げるような、彼らをですね、裁くようなことはできないと思います。なぜならば、いつか自分も一歩間違えれば、自分の心を固くなりして神様に対する不信仰に落ちてしまう場合があるかもしれないということだからであります。それだけサタンは今激しく働いています。それだけサタンは私たち選ばれている人さえもつまずかせようと、キリストから引き離そうと、今眠ることなく休むことなく一生懸命働いています。ペトロのようにイエス様から視線を離してしまえば、風を見て海にすぐ溺れてしまうような、そのような弱いものを私たちは持っているわけであります。本日私は皆様と共にヘブル人への手紙の三章の言葉から、最初の確信を最後まで持ち続けるためにはどうすればいいのかということを少し考えてみたいと思います。エゼキエル書3章にはですね、見張り人ということが書かれています。エゼキエル書3章にも33章にもですね、見張り人という言葉があります。見張り人はどのような仕事をする人なのでしょうか。私は韓国で3年近くですね、兵役を義務を受けたものであります。一番辛かったのはですね、この見張りをすることですよね。みんな寝ている間に起こされて1時間2時間ですね、見張りをしないといけません。一番の敵は眠くなることです。眠いんです、眠たいんです。でも寝てはいけません。もし自分が見張りをしている間に寝てしまえば、その隙間を狙って敵がやってくるかもしれない恐れがあるんです。私がいたこの部隊はですね、北朝鮮が見える場所でありました。毎晩のようにですね、北朝鮮からラジオ放送が聞こえてくるんです。噂によれば、寝ている間に北朝鮮の兵士がやってきてですね、韓国の兵士の首をですね、切って持っていたという噂もあるぐらいです。ですから、見張り人が寝るということはどういうことでしょうか。イコール死です。自分だけが死ぬものではなくて、自分が守らなければならない、この兵士の仲間たちを危険に落としてしまうことにもなりますし、むしろですね、またですね、さらには自分の愛する家族、国民の皆様の命を落としてしまうということでもあります。神様は私たちを見張り人として立ててくださいました。見張り人によって、見張り人はですね、守らなければいけないいくつかのものがあります。一つは、指定された場所から離れないことです。建てられた場所、召された場所から離れないことであります。使徒行伝1章4節を読みますと、そこにはですね、キリストが弟子たちに向かって話された言葉があります。エルサレムから離れないで、
父の約束されたものを待ちなさいという言葉ですね。もし見張り人がその指定された場所から離れてしまうとどうなってしまうのでしょうか。誰がその場所を見張るのでしょうか。私たちはキリストの証人として立てられています。召されています。キリストの証人とは真理の御言葉にしっかりと立っているものであります。どんなことがあっても教会から離れないで、信仰から離れないで、神様から受けた使命から離れることなく神の言葉を述べ伝えることであります。二つ目は、目を覚まして見張らなければいけません。見張り人に求められている二つ目の働きは、寝ないことです。眠ることなく、目を覚まして見張ることではないでしょうか。そして、三つ目は、仲間の見張り人を励ますことであります。見張り人に求められる第三のものは、信仰の兄弟姉妹を励ますことだとそう思います。ヘブル人の手紙の3の13節に、あなた方の中に罪の惑わしに陥って心を固くなりするものがないように、今日といううちに日々互いに励まし会いなさいと書いてあります。私たちは一人は弱いですよね。一人は弱いです。人という感情を見ても支え合うとなっています。ですからイエス様も弟子たちを宣教地に送る際にはですね、必ず二人を一組にして送り出しました。私たちは信仰の仲間が与えられています。決して自分だけが立とうと、自分たちだけがですね、天国に入ろうとするものではなく、みんなと一緒に天国へ入ろうと私たちは願っているわけであります。パオロは今日、といううちに日々互いに励まし会いなさいと進めています。明日ではありません。1週間後でもないのです。今日誰かがですね、神様の言葉に何かにつまずきを覚えて、なんか教会から離れようとするのであれば、その人を励ますことです。バプテスマを受けてしばらく教会に来ますけども、そのうちにですね、教会から去っていく人がいます。信仰から離れていく人がいます。私はこの説教を用意しながら、いろんな人の名前が、いろんな人の顔がですね、思い出されました。この人、あの人、名前は出せませんけども、大阪センター教会でバプテスマを受けまして、まもなくですね、教会から離れてしまった人が多くおられます。そのような人々は今どこで何をしているでしょうか。本当に幸せに生きているんでしょうか。彼らの心は霊に満たされているのでしょうか。私たちはそのような人のためにも祈り、励まし、そして彼らをもう一度ですね、キリストへ導かなければならないと、そう思います。そして最後に、見張り人に求められているものは、説教のテーマにもありますように、最初の確信を最後までしっかりと持ち続けることだとそう思います。神様に召された、そして立てられた見張り人が
自分のアイデンティティを失ってしまえばどうなってしまうでしょうか。なぜ自分がここに立たなければいけないのか。なぜ自分がここで見張りをしないといけないのか。そのようなアイデンティティ、見張り人としてのアイデンティティを失ってしまえば、何の意味も目的も失ってしまうことになってしまいます。神様は私たち一人一人をアドベンチストとして召してくださいました。アドベンチストとはどのような人なのでしょうか。この世の終わりの最後の時代にあって、神様は私たちをこの世から召してくださいました。そして伝えるべきメッセージを与えてくださいました。それが三天使のメッセージであります。神様が私たちを先にアドベンチストとして召してくださったのは、私たちだけが救われる目的ではありません。我々を通してまだキリストを知らない、この三天使のメッセージを知らない方々にこのメッセージを伝えるために、神様は私たちを先に召してくださったわけであります。私たちは最初の確信、アドベンチストとして召されたこの最初の確信をですね、最後まで持ち続けなければいけないと思います。しかし残念ながら聖書を見てもですね、旧約聖書、新約聖書を見てもですね、中途半端でこの信仰の旅路を終えてしまう人が出てきます。アブラハムのお父さんテラはどうなのでしょうか。アブラムと一緒にテラはカラデアウル離れて、神様から召されたところへですね、向かって旅をいたしました。しかしテラはハランというところに近づいたらですね、そこでとどまってしまいました。神様が召してくださいました約束の地へ行くことを拒んだわけであります。アブラムのお父さんテラは中途半端な信仰者のモデルとなってしまいました。新約聖書を見たら、イスカリオテユダはどうなのでしょうか。12人の弟子になったわけであります。弟子の一人として召されていまして、数々のこの奇跡や印をイエス様を通して見ることができました。ユダは誰よりもはっきりとイエス様は普通の方ではない、メシアであるというこの確信を持っていたはずです。しかしイスカリオテユダは銀貨30枚でイエス様を売ってしまいました。その結果は彼自身も首を吊って死んでしまうことになります。パウロと共に伝道の働きをしていたデマスはどうでしょうか。最初は一生懸命パウロの働きを助けました。しかし聖書に残されている彼の言葉は、この世を愛して離れてしまったと書かれております。私たちは自分の名前はどのように天使によって記されていくのでしょうか。最後になりますが、エレン・G・ホワイトのコメントをですね、少し紹介したいと思います。イスラエルの中に信仰と力がなぜもったいないのだろうかと私は天使に尋ねた。あなた方は主の手をあまりに早く離しすぎる。あなたの願いを御座に訴え、強い信仰を持って訴え続けなさい。約束は確実である。あなた方が願い求めることは受けると信じなさい。
そうすればその通りになると天使は言った。それから私はエリアのことを示された。エリアは私たちと同じ人間であったが熱心に祈った。彼の信仰は試練に耐えた。彼は主の御前で7回祈った。そしてついに雲が現れた。我々は確実な約束を疑い、我々の不信仰のために救い主の御心を傷つけていたことを私は悟った。武具を身につけなさい。その上に信仰の盾を手に取りなさい。それが悪しき者の放つ火の矢から心臓すなわち命そのものを守るのであると天使が言った。もし敵が失望した者の目をイエスからそらして自分たちをあがめさせ、彼らにイエスの尊さ、イエスの愛、イエスの功績、イエスの大きな憐れみなどを考える代わりに自分たちの無価値なことを考えさせることができるならば、彼は彼らから信仰の盾を奪い去って自分の目的を達成することができる。人々は敵の火のような攻撃にさらされるであるから、弱い者はイエスを仰いでイエスを信じなければならない。その時彼らは信仰を働かせるのである。私たちの一番安全な道は主イエスキリストから目を離さないことであります。イエス様が私たちを守っていてくださいます。自分の過去の経験、自分の知恵、力、知識ではありません。イエスを最後まで見つめ続けることであります。イエス様が皆様を守り導き、天国まで安全に見守って連れて行かれることを信じ感謝いたします。アーメン。